にちは。アパレルブランドヘルベティックデザイナーのヨッシーです。皆さんお久しぶりです。よろしくお願いします。今日はですね、リクエストいただいたことにお答えしたいと思います。本日いただきましたのは、キーホルダーを紹介してほしいということでした。リクエストいただいた方、ありがとうございます。でですね、キーホルダーというか、鍵をしまっておくものですよね。割といろんな種類を使ったことがあって、クラウストルームとかね、僕財布が大好きで、クラウストルームさんの財布とか使わせてもらってるし、名刺入れもクラウストルームさんだし、実は事務所の鍵を保管してたのもクラウストルームのキーキャッチャーだったりするんですけど、なんかこう、ちょっとね、カラビナが欲しいってなった時に、なんかいいカラビナはないかと探してた時、すごくちょうど、いいものを見つけましたので、そちらを皆さんに紹介したいと思います。それはこちら。見えない。こちら。こちらのシンプルなカラビナです。今僕の鍵がくっついてるんですけど、足立道具店さんの、カラビナでございます。足立道具店という名前がですね、こちらに入っている。反射で見えないか。です。これを初めて知ったのは、先日ポップアップやらせていただいたオブジェクトさんに入っていたのを見て初めて知ったんですよ。オンラインで見て、あ、いいなと一目惚れしてポンとポチったんですけれども、足立道具店さんっていうのはですね、まずこれどういう作りかっていうと、こう見て、こう黒の方がいいか、だからこうやった方がいいか、これもうステンレスの1本の棒を曲げてるだけ、どこにもバネとかが入ってないんですよ。だけどこの金属の弾性でここが開くんですよね。ただこれね、最初めっちゃ硬い、めっちゃ硬いっす。もう剛力でこういかないと、ここがなかなかっていう、こうかなりギュってやんないと開かないんですけど、でもそれでも金属の弾性だけでここがこう開くんですよ。だから買ったらね、最初めっちゃ押した方がいい、ここ、もう剛力で、はい。あとこのね、美しいこのカーブ見てほしい、このツヤーとしたここのね、つなぎ目とかもめっちゃ綺麗ね。これを作ってらっしゃる会社はですね、岩代工業さんという58年の歴史がある、こういうね、金属のこういう線を曲げることで製品を作ることを得意としている町工場さんです。で、こういうね、リングも、これ普通のキーキャッチャーだと、お決まりの、この、なんて言うんだっけ、この部分。え？キーホルダーの部分？あの、鍵を入れられる部分。お決まりのパーツっていうのが細い針金みたいなのがあるんですけど、あれだと、なんかね、僕冷めちゃうんですよ。どんな高級なやつでも。だけど、ここもね、オリジナル、フラットになってるんです。これ嬉しい。地味にこういうとこが嬉しいんですよね。で、ここもフラットだし、で、ここはやっぱりね、この得意としているのが出てますよね。これ見てほしい。このカーブ。そしてこう、こう、ね、美じゃない？これ。美なんですよ。こういうね、重なってるとことか。これ本当にちょっとでも、ここが、なんだろう、曲げ方とか角度とか、本当に少しでも違うと、全然こうならないらしいんですよ。これがやっぱり、日本の町工場さんの技術の素晴らしさなんじゃないかなと思ってます。やっぱこういうシンプルで、なんかね、クラフトマンシップを感じられて、で、なんだろう、やっぱこうシンプルながら、すごく美しい造形美ですよね。造形美。カラビナっぽく見、ギリギリカラビナっぽく見えない。で、ここね、まあでも、つけるときは、何かにつけようと思うと、結構これはパワーがいる。これ、こんぐらい、こんぐらい。だからね、こういう、パンツにつけようと思うと、割とこう、パワーがいる。あと、地味に、ここの形ね、ここの枠の中に、鍵がね、入るんですよ。こんな感じ。わかるかな？こう入るから、割とこう、ポケットに入れててもそんなにこう、かさばんない。まあ、特にヘルベティックのパンツ、ポケット3箇所あるの多いんで、あんまかさばんないっていうのもいいところで、まあ、別につけようと思えばね、こうやって、
パンツのこういうところにつけられるので、まあ、問題はない。やるときに結構こうキュッっていうパワーはねある程度必要ですけれども、これでもコツさえ掴んじゃえば全然大したことがない。うん、全然そこは問題にならないかなというものです。意外とこのカラビナって選択肢が少なかったり、あといろいろ書いてあったり、この辺になんかなんだろうな、なんか会社の、まあこれも裏側に書いてあるんですけど、なんかいろいろ書いてあったり、色がついてたり、なんかいろんなパーツがガーってなってたり、ミリタリーすぎたり、アウトドアすぎたり、なんかこうね、なんか何々すぎるっていうものが多かったり、かっこいいなって思うやつは機能的にあんまりだったり、ちょっとね意外とカラビナ難しい説あるんですよ。そこでこの足立道具店さんのこのカラビナが私の一押しでございます。プライスなんと2000円、びっくりするぐらい安い、すげえ安い。まあこのね、このステンレスのこの美しさ、これを見てほしい。金属のこのね、さっきも一周させたけど、もう一回一周させていいかな。こうですよ。ちょっとね、俺が言うと分かりづらいな。こう、この方がいいな。こう。こう。何の動画はい。やっぱね、ここのつなぎ目とかが美しいわけですよ。ここ。ここですよ。ここね。ここ。ここが曲がるところ。金属の弾性だけでこんなに曲がるっていうのもね、すごい話。そう、これが私の一押しカラビナキーキャッチャーでございます。で、このリンク乗っけときます。これがそのどちらのリンクを載せるかですごく迷ったんですけど、僕が一番最初に初めて知ったのがオブジェクトさんの投稿を見て初めてこれの存在を知ったので、そのセレクトに敬意を表してオブジェクトさんのリンクを載せさせていただきます。足立道具店さんの、オンラインもありますので、そちらはですね、皆さん足立道具店ってググってそちらから買ってもよし、私はやっぱりセレクトをしたのを見て買った立場ですから、オブジェクトさんのリンクを載っけさせていただきます。なかなかね、このミニマルなカラビナ意外とないんじゃないでしょうか。服装を選ばないし、テイストも選ばないし、とっても物としてクオリティが高くて、やっぱね、こういう町工場さん、町工場さんな、どっちが正しいのかな、町工場さんの、技術とか、その歴史とか、得意分野みたいなのが詰まってるものって、すごくね、燃えるね、もう工場好きなんで、工場って聞くだけでちょっとフォーってなる。なんか好きな、工場見学とか無駄に行きたいタイプ。まあね、働いてる方からしたら邪魔でしかないと思うんですけど、はい。もうこういうの大好きなんで、何気、この鍵がこん中入るっていう意味でポケットを圧迫しないのもいいと思うんですよ。車とかだとね、もうちょっとここ分厚くなったりとかすると思うんですけど、こういう普通の鍵というか、こういうタイプだったら問題ないかなと思います。このまんまポケットにぶっ込んでもいいし、まあなんかにこうやってね、つけてもいいし、とっても使いやすくてクオリティの高いいい製品なんじゃないでしょうか。今回はですね、キーホルダーの紹介、カラビナの紹介になりましたけれども、させていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。私、ヘルベティックというブランドやっております。オンラインありますんで、ぜひ見てみてください。どうも、ありがとうございました。